なんとですね、あのイタコ大先生がですね、なんとあの瀬戸内海、ございますよね、明石海峡、あそこでですね、とわみを投げたそうなんですね。そこでなんとですね、捕らえられたもの、イイダコ刑事大先生というのが始まるそうです。なんと西部警察パート3からですね、もちろん大門豊様、いや大門刑事ですよね。そして二宮刑事、あの庄司様も出てくると思います。もちろん谷刑事もですよね。藤岡様、こうご期待ください。イイダコ刑事大先生でございます。絶賛好評いたしと存じます。よろしくお願いします。